皆さんこんにちは。解説役の E231 テイク100番街です。皆さんこんにちは。聞き手役のゆっくり心です。さて、今回はこちらの215系という車両の解説をします。今回もよろしくお願いします。ということでやっていきます。まず、215系とは、かつて JR 東日本が保有していた車両です。この車両は1992年から1993年にかけて、10両編成4本が製造され、1992年4月20日に東海道線で運用を開始しました。全車両2階建ての車両ね。215系は東海道線の遠距離通勤に対応し、着席サービスと速達サービスを提供するためのライナー列車としての運用を目的に開発されました。この車両は両先頭車を除いて全車両が2階建て車両であり、普通車1両の座席定員は最大120人で、1編成で1010人を詰め込むことが可能です。私、E231 系などの全車両ひば屋の10両編成の車両の着席定員数が500人程度で、1両あたりの座席定員は50人程度なので、215系のように1両あたりの座席定員数が100人以上のある車両は極めて珍しかったのです。構築と215系ってすごく大容量な車両なのね。両先頭車の1階の部分は走行機器棟を収めるためのスペースであり、2階部分のみのハイデッカーとなっています。そして215系は1992年にグッドデザイン賞を受賞した車両でもあります。215系の概要は主にこんな感じね。さて、ここからは215系の構造について解説します。さて、ではここからは215系の構造について解説していきます。お願いします。215系の車体構造は211系の2階建てグリーン車のサゴ212、213型や常磐線に試験導入されていた415系の草415、1901を基本に、車両はオールステンレス製の車体で、前方グラス通行性となっており、出入り口は普通車は幅 900mm の片開きドアを、グリーン車には幅 800mm の片開きドアをそれぞれ2箇所に設けています。外装はジェントル&ノーブルを基本コンセプトに、幕板ブをベージュ、2階窓並びをダークグレー、扉部を小豆色としており、先頭の構成部分は白色で塗装し、アクセントとして貫通扉は小豆色に、運転台並びはグレーを前面から側面にかけて巻いています。なお、貫通扉や車体側面には、ダブルデッカーライナーの略称である、DBL の文字を図案化したロゴが貼られています。10両編成のうち、両端の各2両を連動車とし、中間の6両は全て付随車の 4M6P 構成となっています。ガンタグラスは1号車と10号車の車間部に PS24 型を搭載しており、中央本線小仏トンネルなどの、小断面で狭小なトンネルに対応したものです。普通車の座席はボックス式のクロスシートであり、これにより着席定員数の増加を図っています。ちなみにこの座席は、初代成田エクスプレスの253系の普通車で採用された、フランスの根幹車製の座席となっています。普通車の座席なのに特急車両並みの座席なのね。そして、グリーン車には回転式のリクライニングシートが設置されています。これは211系のグリーン車の座席と同じものね。機器類は211系に準じた、回避点下0時制御で、最高運転速度 120km と車体重量増に対応するため、抵抗短絡後の電流落ち込み値を高く設定して、211系と同一の希望加速度を確保しています。補助電源装置は211系のブラシレス MG から静止型インバータに変更され、保安装置は APS、SN と APS-B が装備されました。215系の構造は主にこんな感じね。さて、ここからは215系の運用について解説していきます。さて、ではここからは215系の運用について解説します。お願いします。1992年に爆生した NL1 編成は多摩地電車区へ配属され、同年4月20日から平日朝晩の湘南ライナー1往復及び、平日日中の快速アクティで運用を開始しました。2次車爆生後の1993年12月1日以降は、湘南ライナー2往復及び、湘南新宿ライナー1往復にも運用が拡大され、日中の快速アクティにも全面的に運用されるようになりました。休日には高額用に、ホリデー快速牛山梨として中央本線で運用されるようになり、1998年3月14日のダイヤ改正から、新宿発着の東海道線、横須賀線方面への土用、
休日運行の快速列車としてホリデー快速牛湘南牛鎌下りを充当されました。そして2001年1月1日には山手線で臨時列車21号が本系列を使用して運転されました。215系めちゃくちゃ活躍してるわね。しかし215系での快速ラグビーの運用では片側に2つしか乗らないことや電車両2階建てやオールクロスシートという構造上の問題で車内の流動性が悪く遅延を多発させてしまったのです。そのため215系は2001年12月1日の内野改正で快速ラグビーの運用から撤退し同改正から運行を開始した湘南新宿ラインに運用の場を移しました。それからは日中の横須賀線の横須賀新宿関係等の普通列車と休日の東海道線大柄が新宿間の一部の快速列車に充当されました。しかし2004年10月16日の内野改正で湘南新宿ラインの使用車両が E231 系に統一されたことから運用から外れ定期運用は平日の湘南ライナーおはようライナー新宿ホームライナーおならが乗りとなりました。なんか215系どんどん運用減らされてない。2013年3月16日の内野改正で多摩地車両センターが東京総合車両センター多摩地センター2階その上車両無配置化され全車両が工事車両センターに転属しました。215系で運用されていたホリデー快速牛山梨は2020年11月29日の運行を最後に設定がなくなり2021年3月13日の内野改正で湘南ライナーおはようライナー新宿ホームライナー小川が特通化され車両も E257 系2000番台2500番台に統一されたため215系は前日の3月12日をもって全ての定期運用を終了しました。これで215系は本当にニートレーンとなってしまったのね。さてそれでは最後に215系の結末について話していきます。さてそうして2021年3月12日をもって定期運用を終了した215系ですがすぐ廃車とはならずしばらくは車庫でニート生活を送ってました。しかし前述の通り215系の運用は全て特急湘南に置き換えられたこともあり215系はもう用なしと JR 東に判断されたのか第1、第2編成が長野総合車両センターへ第3、第4編成が青森車両センターへ改装され2021年5月22日に第3編成が廃車されたことをからきりに解体が開始され最後に起こった第2編成も2022年1月3日に廃車され形式消滅しました。215系の廃車後は全車両が解体され現存している車両は1編成もありません。先頭車すらも残らずにスクラップになってしまったのね。しかも何が不運かというと同じ湘南ライナーや特急踊り子号で使用された185系という車両がいるのですがこちらは定期運用が終了してもしばらくは臨時列車で運用されたりリニューアルが施されているのですが215系は完全に失色した上にリニューアルもなく185系は40年間使用されたのに215系は登場から30年ほどで引退を余儀なくされました。いやマジで215系不運ね。まとめると215系はオール2階建ての構造や幅が狭く2箇所しかないのはオールクロスシートであることがらがらいし定期の快速運用から外され最終的にはマイナー運用からも外されニートになってしまった不運な車両と言えますね。そうね。ということで215系の解説はこれで終わりです。高評価、チャンネル登録、コメント等は動画制作のモチベにもつながるので気が向いたらでいいのでお願いします。なおこの解説では間違ったことを言ってるかもしれないのでその場合はコメ欄にてご指摘いただければ幸いです。さてそれでは皆さんご視聴ありがとうございました。